ケン・ヘンズ・レイは、イングランド出身のミュージシャン。オルガニスト、マルチプレイヤー、音楽プロデューサー。ブリティッシュロックバンド、ユーラやヒープの元メンバーとして知られる。1960年代、5つのメンバーとしてデビュー。他、ヘッド・マシーン、トーファットといったバンドに短期間在籍。1969年、ユーラやヒープの創設メンバーとなり、 メインコンポーザー、キーボーディストとして活躍した。ヒープ脱退後の1980年代は、ブラックフットなどに参加。移行ソロ活動に専念する。2000年代には、ユーラやヒープの旧メンバーであるジョン・ウェットンや、ジョン・ロートンとのコラボレーションツアーを行った。近年では、ヨルン・ランデや、グレン・ヒューズなどをゲストに迎えて、ソロ活動を精力的に行っているほか、 2006年からリーダーバンドライブファイアでも活動している。ユーライア・ヒープ時代は個性的なソングライティングで主導権を握り、ディープパープルのジョン・ロードらと並ぶ1970年代ハードロック界のハモンドオルガン奏者として知られた。2020年11月4日、スペインにて死去、75歳。翌2021年3月、遺作となるソロアルバム。 My Book of Answers をリリース。オリジナルアルバムライブアルバム映像コンピレーション。ありがとうございます。